サザークロンドン自治区はイングランドのロンドン南部にあるインナーロンドンを形成するロンドン自治区の一つでテムズ川を挟んでシテオブロンドンの南に隣接するサザークの名前は旧世紀に遡る現在の自治区は1963年ロンドン政府法の規定に基づき1965年に設置された後区域内のサウスバンクにはロンドンブリジ駅があり ザ・シャードをはじめとする観光地への接続拠点となっている。本地域にはシェイクスピア演劇のグローブ座が復元されており、国立美術館帝トモダや帝国戦争博物館のほか、1817年に大衆に開館したイギリス最古の公立ダルウィッチ美術館などがある。また、帝国戦争博物館の向かい側には、正常時代制度が立つ。 テムズ川には1963年に退役したイギリス海軍の巡洋艦ベルファストが経流され、16世紀の海賊ドレークが使ったゴールデンハインドの複製もある。テムズカハンバトラーズウォーフにはサンバシアドックがあったが、1980年代から再開発が進んだ。経済面では、シティのテムズ川対岸にあたるため、プライスウォーターハウス、 アーンストヤングなどの会計監査ファーム、ドバイやシンガポールなどにもあるローレンス・グラハムなどの、ローファーム、アクタス・キャピタルなどの運用会社、投資ファンドが集中している。同様に、新聞メディアでは、タワーブリッジの上流成銀ロンドンブリッジ界隈に、あるザ、ザニュース・ビルディングに、ニュース・有形参加各士のほか、ベイ・ダウ・ジョーンズ、およびドダウ参加のベイ・ウォール・ストリート・ジャーナルなどが入居している。 さらに、ワイヤレスグループ参加のラジオ各局、出版社、ハーパーコリンズなども入居しているが、以上挙げた各社ともすべてルパード・マードック率いる米、ニューズ・コーポレーション参加になる。また、フィナンシャル・タイムズ本社が、サザーク・ブリッジ界隈にサザーク・ブリッジロードにあったが、2019年に1980年代まで、入居していたシティのブラッン・ハウスに戻った。サウス・バンク地区には、 2018年に入り、世界最大の広告代理店グループ WPP グループの主要、本社機能が、メイフェアから雑誌コンテナーズハウスに移転し、また、ハーグとロンドンに日本社体制を敷くセブンシスターズのロイヤルダッチシェルは、行政区域は西側隣接ランベスク内になるが、サウスバンクのロンドン愛に接して、ロンドン本社のシェルセンターを置いている。 ロンドンサウスバンク大学の学生数は2万3000人になる。ロンドン芸術大学は2つのカレッジを置く。また、欧州一と言われる医療大学のキングスカレッジロンドンは、近隣が図病院などと統括教育を行っている。イギリス一の規模になるパブリックスクールダリッチカレッジがある。出身者詳細は、カテゴリーサザーク区出身の人物を 参照居住その他ゆかりある人物、ありがとうございます。